こんばんは。こんばんは。今日はですね、ちょっと昨日のクラコンを見ようかなと思っているんですけど、実は私まだ見てなくて、ちょっと皆さんと一緒に見ないとちょっと見れないかなって思ったから、ちょっと今日はクラコンをね見たいと思います。今日はそうです、さっき配信終わって先帰ってきました。ありがとう。 STU プライム配信でした。つつじさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは。面白かったですか？そう、ありがとうございます。今回が初めてのあの配信初回ということで、あの本当に結構どうなるかな、どうなることやらって思ってたんですけど、結構回線トラブルとかいろいろあったけど、でも楽しめたかなって私はね思います。皆さんどうだったかな、見てくれた皆さんは。こんばんは。今日はお団子をしてもらいました。髪の毛大喜利うまくなった。嘘だ。私全然眠れ、ダメだった大喜利、すっごい恥ずかしかったです。まあでもね、 STU プライム会員さんは会員さんしか今日の配信は見れなかったから、今日の配信のねことはまたアーカイブとかにも残るそうなので、ぜひあの見たいよって方は登録の方をよろしくお願いします。なんか今日はすごいみんなすごいほのぼのメンバーで、楽屋とかもすごいほのぼのしてた。ちょっとクラコン、今日はクラコン、こんばんは。眉毛10センチ。いやそう、今日大喜利でなんかこのアイドル絶対売れない、このアイドル絶対売れないだろう、どんなアイドルっていうのがあって、そう、眉毛が10センチあるみたいな言ったんですけど、あの絵を描いたんですよ、眉毛10センチ。でさっきさ、ふとさ、10センチってどれぐらいだろうって思って、あの定規で見てみたら10センチめっちゃこんぐらいあった。
ったんですよ。私さ、こんぐらいかと思ってて、これぐらいの絵描いたんだけど、なんと10センチこれぐらいだったから、もうおでこ、おでこにもう眉毛全部、あのもうおでこなくなっちゃうぐらいの感じになっちゃうなと思って、すごいさっき衝撃を受けた。私定規を見て、え、待って、10センチこんなに長いんだって思って、いやノリやんってなりました。西郷隆盛もびっくり。確かにやばいよね。私ちょっと勘違いっていうか、なんか数字のさ、何センチっていうその感覚がわからなすぎて10センチって書いたけど、でもそれはね、あの笑ってくれました、みんな。ということで、ちょっとクラコン見ようと思います。本当にさ、ちょっとこれイヤホンした方がいいよね。一応ちょっとイヤホンしときます。本当にちょっと見るのが怖いんですけど、でも皆さんと一緒じゃないと多分見れないと思って、ちょっと見たいと思います。じゃあ行くよ。ちょっとCM が流れるかも。ちょっと CM が入っています。一緒に見よう。皆さん見ましたか、クラコン？私まだ見てないんです。今ちょっと CM 中。いやー、なんかやだ。あ、始まりました。始まった。加藤さんと中島さん、早速私が出ています。やだ、急に私の紹介が出てきた。かわいい、なっちゃん。愛子ちゃん面白いよね。あのクラコン愛子ちゃん。はいはい。さやん、今回は私となっちゃん、愛子ちゃん、さやんの4人でした。わっ、ドーポジ一発芸が急に来ました。うわっ、私だ。うわ、やだ。待って、ちょっと一回止めよう。ちょっとこれ見れないこれ見れないな。あの、私ドーポジ一発芸ぶりっこしたんですけど、これはあの落語の時にやった、あのちょっと花ちゃんを思い出してあのやりました。ちょっと続き、やだ。やだ、やだ。あ、なっちゃん酸っぱすぎたさんのモノマネをしますってやってた。
似てるわ。これ似てる、めっちゃ。ママが作ったカレーライン。あ、愛子ちゃん来ました。筋トレをした後に一発芸をします。あ、すごい。面白い。サヤンがダジャレを言います。サヤンのダジャレね、あのメイク中にあのすごいなんか考えてた。やだ、これ何だって。これ何ですね、本当にこれ何って感じ。こんなレンタルしてみたい。耳たぶレンタルって何？なっちゃん人の耳たぶが好きらしい。耳たぶ大好きですって言ってる。あディレクターさんが出てる。触ってる。面白い。なっちゃんがディレクターさんの耳たぶをずっと触ってます。どんな気持ちなんだろう、触られてる気持ち。懐かしい気持ちって言ってる。なんかクラコンのさ、この背景でめっちゃなんか可愛くないですか？クラコンって感じがする。わあ、愛子ちゃんのこのお風呂上がりの写真可愛い。変わらない。
かわいい。こんばんは。私の出品写真は、出品写真、私さ、あの提出したんだけどこれやらなかったこのすっぴん写真選手権あの収録しなかったです。私ボツだったのかな私 NG だったのかも、ひどくて。どうなんだろう。あ、高尾鈴木渡辺すっぴん写真はツイッターかよの、あ、ツイッターでアップされるらしい。アップされるんだ、アップされるよりさ番組で出された方がいいかも。おままごとの続き、なになに、お家帰ったらおままごとの続きしようね、だってにらめっこ来ました。にらめっこ、いや、なっちゃんの変顔とか、変顔本当に強かった。なっちゃん目力が本当にすごいんですよ。目が大きいから目力ですごくやられた。私このにらめっこ選手権あの笑いすぎて、これ実は3回ぐらい撮り直したんですよ。すぐ笑って、あの勝負する前から笑いすぎて、あの私がゲラすぎて、これはもう一回って3回ぐらいやったんです。実はもう笑いに耐えられなくて、もうあの空間が私苦手っていうか、もう無理だった。あのシュールな空間に、空間がもう面白くて、めちゃめちゃ笑ってしまった。中島さんレンタル、電気を消してもらう。運転手中島さん運転手になってもらう。中島さんに運転手になってもらって、いろんなところに連れてってもらうんです。あのもう連れてってもらうだけ。中島さんはただあの
一緒に何かするだけじゃなくて、ただ連れてってもらうだけ、運転手専用中島さん、運転手に なってほしい。中島さん、サヤン怖い。人間って何なんでしょうね。だってさ、運転手顔確かに運転手顔え、待って、これ普通に普通に私これ見ちゃってる確かに、なんかさ、中島さんなんか白い手袋つけてさ、運転手してそう。くだらないダジャレ100個見つけるまで帰れません。ダジャレ100個。ペンをペンペン。なっちゃんダジャレ得意らしい。ペンをペンペンって言ってる。キャップのキャップ編集すごい。ちょっと気まずい胸キュンセリフ大会、なんだろう。ほう、こんばんは。画面が縦に。
面白い。なんかリコちゃんがめっちゃ踊ってる。なにこれ。ちょっと CM 入りました。面白いですね。いやー、なんかシャインマスカットのうまみすご。なんかね、その即興歌謡祭、なんか曲の候補が、曲っていうか曲のタイトルの候補がいっぱいあって、その中から選んでいくみたいな感じだったんですけど、なんかシャインマスカットのうまみすご選んだ愛子ちゃんすごいなって思った。一番難しそうって思ってたから。STU48 のくだらないと。私は来週です。なっちゃんと出ます。リコちゃんめっちゃ踊ってる。面白い。終わり？終わりかな。いや、面白かったです。なんか毎回思うけど、クラコンってくだらなすぎだなって毎回めちゃめちゃ思う。ありがとうございました。見てくれて一緒に。よかった。なんかさ、一人じゃさ心細くて見れないんですよ。だから皆さんと一緒に見れてよかった。なんか一人じゃね、なんか見れる気にならないというか、なんかすごい怖くて。あ、そっか、あれだ、 MVP だ。 MVP なっちゃんだったんですか。さい、もうちょっと、もう消しちゃったけど、 MVP がなっちゃんだったの。なっちゃん、にらめっこ弱すぎねえ。私もびっくりしました。なんか私すっごいゲラなんだなって思って。そう、なんなら多分放送されてるの、見た方ならちょっとんって思ったと思うんですけど、私なっちゃんの、あ、なっちゃんじゃない、愛子ちゃんの顔を見る前にもう笑ってしまったっていう。なんかあのもう空気が面白っからもう笑っちゃった。あの空気に耐えられないんですよ。あんなシュールな中でにらめっこをするっていう、あの空気に耐えられずにもう笑ってしまいました。そうだから私ゲラパンをちょっと直したいなって。本当に耳たぶをさらわれたディレクターが、あ、そうだったんだ、メンバーではなく。そうだったんだ。そう、ゲラ、なんかさ、そのクラコンの時にも思ったんですけど、私こうすぐに笑ってしまうんですよ。クラコンの
一人でやる時とかも全部一人でフリップ出して一人で笑ってみたいな感じのことがなんか続いて、なんかさ自分でさ出したフリップ出してさ自分でさ笑い転げるっておかしいじゃないですか。そうだからなるべく笑わないようにしようって思うんですけど、でもなんかちょっと自分のツボに入っちゃって笑ってしまうので、なのでちょっと一人でボケて笑っちゃうんですよ私。そうだからあんまりちょっとゲラパンにならないようにね、私はちょっと修行しないといけない。だからいろんなお笑いとかを見て、あのちょっと笑うの我慢する練習とかも必要かなって思います。すぐ笑っちゃうから。そうゲラパン、すごいゲラな鈴木さんってすごいゲラなんだねってそのクラコンの時に言われて、スタッフさんにそんなゲラなんだっていう、信じられないぐらい笑っちゃったんです。にらめっこの時とかもう始まってもうあのなんか扉幕みたいなのがお互いの愛子ちゃんと私の間にあったんですけど、パッて開いたら始まるんですよ。にらめっこはね、開いた瞬間笑っちゃうんです。なんかもうちゃんと顔も見てないのに。そう、私はそういうところがちょっとねあるんですよ。そういうところはちょっとダメだなって思いますね。ゲラパンです。笑ってはいけないっていう環境が面白い。あ、そうなの。笑ってはいけないっていう、そう、その環境がもうすでに面白いんですよ。なんで笑ったらダメなのって思う。なんで笑いを我慢しなきゃいけないのって思う。すごい、どうしてこんな面白いのになんで我慢しないといけないんだってなっちゃいますよ。いますから、あーちゃん、まことくん、にゃんきちさん、やすべーさん、山猫坊主さん、まことくん、キッチンさん、ありがとう、ギフトをいっぱいありがとうございます。笑えばいいと思う。うん、でもそんななんか何ですか、笑いを我慢するとかじゃなくて、ちょっとなんか TPO っていうか、なんかそういうのを考えて笑えるようになったらいいなって。何でもかんでも笑っちゃうから、そうだからなんかちょっとさ、なんか その辺修行したい。私は修行したいなって思いますね。こんばんは。こんばんは。笑っていこうよ、笑っていこうよ、みんな笑っていこうよ、笑っていこう。笑顔のあやぱんは素敵ですが、ありがとうございます。嬉しい。皆さんも笑っていこう。さあ皆さん、明日からもう6月なんですよね。あ、6月じゃない、ん ?7 月だ。明日から7月なんですよ皆さん。明日からじゃないや、明後日だ、明後日からだ。明日で6月が終わって、でから7月か。7月なんですよ。皆さんどうですか？どうですか？
あともう一日ある。大丈夫大丈夫大丈夫、ちょっと頭がおかしいかもしれません。頭がもうおかしくなっちゃったかもしれない。頭が、こんばん、初見です。ありがとうしんさん、ありがとうございます。暑すぎてちょっともう分かんなくなってる。で待って待って、7月ってもう夏だよ皆さん。一回ちょっと、え、皆さん一回今までの記憶というか今の状況を一回リセットしてみて、一回全てをリセットしてみて冷静になって考えてみてください。7月、あさってか、7月ですよ。7月、えっ、もう真夏じゃんってなりません？だってさ、えっ、もうあさってから7月になるっていう、そういう考えが皆さんの中にはまああるとは思うんですけど、それを一回捨ててもう一回ゼロからの位置に立ってみてください。7月って夏じゃない？めちゃめちゃ早くない？もうちょっと意味がわからない。本当にもう早くすぎて意味がわからないです。もう今年は特に本当に早い。1年前はちょうどツアー、夏の瀬戸内ツアー2期生の昇格への道があったじゃないですか。だから結構夏はツアーの夏だったなっていうイメージがすごいあるんですけど。こんばんは。シャツ、あ、ありがとうございます。ピンク、紫、ピンク。もうすぐ22歳になっちゃうね。ですね、22歳、私が22歳、私は本当に22歳なんでしょうか。私って本当に22歳、22歳ってさ言ったらさ、すごいさ、私は大人のイメージなんですよね。22歳、でもそう考えると本当に20代ってあっという間なのかなってすごい思う。だって私20歳と21歳の記憶っていうかあんまりないんですよね。20歳と21歳、記憶がないっていうのは嘘だけど、なんかほんとあっという間に20歳と21歳過ぎちゃったから、もうだって人生の20歳と21歳はもう訪れないわけじゃないですかって考えると、もう20歳もすぐ終わっちゃうのかなって思ったら、私はどんな人になるんだろう。昇格覚えてないじゃん。それはもちろん覚えてますよ。昇格はそれはもちろん覚えてます。私の人生、私どうなるんだろうなんか想像つかないこととかってやっぱり
起こったりするのかな。想像、今では想像もつかないようなことになってたりするんですかね。だって今のこの自分のこの今いるこの STU っていうのも、もう絶対に想像つかなかったというか考えられなかったことなので、そうだから私高校生の頃とかよくその20歳過ぎてからとか、私は何してるんだろうなってずっと思ってて考えてて、私ってどういう風に生きてるんだろうってずっと思ってたんですけど、でも今自分は STU として活動して生きてるんだっていうのは全く想像つかできなかったことだから、だから自分のこれからの未来っていうかもう分からないですよね。どうなる、何がどうなるのか。こんばんは。まさかのいいことがたくさん起きるといいよね。だって確かにそうですね。キッチンさん、田辺さん、にゃんきてさん、まことくん、ありがとう、ゲスト。想像がつかない人生。え？想像つかないよ。私ちょうど昨日なんですけど、昨日私が昔、私はよく握手会とか公演とか HKT さんのね行ってたんですけど、なんかその時のこととかを昨日なんか思い出したり返してたりしてたんですよ。あの時のなんか自分のこととかを思い出したりしてたんですけど、そうなんかなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、なんかまた語彙力ないのがすごい、またちょっと出てきてしまって、本当にどうしよう。どうしよう星人です。なんかやっぱりアイドルって なんかそんな全員なりたいって思ってる人が絶対にこうなれるとは限らないじゃないですか。もちろんそのアイドルになりたくていっぱいなんかオーディションとか受けて合格する方とかもいるし、そうだけどその
その確定っていうか確実にそう受かるっていうなんかそういうのはないわけじゃないですか。そんな中で私が今こうやってシティで活動できてるのってなんかもう今2年半ぐらい経ちましたけど、あの未だになんかすごい不思議なんですよね。なんかあの私のオーディション、なんかオーディション2期生オーディションってさ、 STU の投票とかだったじゃないですか。投票にいいねとかツイッターいいね数とかそういうのだったじゃないですか。でも本当にあの投票してくれた方、あの誰が投票してくれたんだろうって今でもすごいね、あの思うことがあります。誰が投票してくれたんだろうっていう、すごい今でもそれ考える。大出子さんの、そうですね、なんか私はすごくありがたいことに、あのオーディションの頃からあのずっと応援してくれている方もファンの方もいて、今もずっと応援してくれてる方もいて、本当にありがたいなってすごく思いますね、うん、この2年半経った今でもあの応援してちょっと応援してくれてるっていうのは本当にすごいことだと思うから、こういう人生もこういう人生もあるんだなってすごい感じますね。なんか想像できないできなかったことがいっぱいあって、なんか こんばんは。なんかそのね、まあ、なんでこういう話をしてるかっていうと、昨日ふとそういうことをあのなんかふと思ってはーってなって、そうなんです、なんかちょっとしみじみとしました。しみじみってあのちょっと意味がちょっとよく分かってなかったけど、こんばんは。なんかしじみしじみです。しじみになりました。
しじみです。こんばんは。急にしじみの話になった。私がしじみって言ったから。ですね。元気出して。元気ないとかそういうあれではないですよ、全然。全然そういうあれではないんですけど。でも これからも一緒に想像できない未来を楽しもうよ、楽しもうよ。ですね。想像できない未来を。こんばんは。そうですね。皆さんで一緒に想像できない未来を想像しよう。想像できない未来を想像しよう。ありがとうございます。こんばんは。なんか今日はですね、ちょっともう大きいだって、大きい声がなんかあんまり出せない。なんか配信でちょっと大きめの声を出したから。ちょっとウィスパーボイスで、ウィスパーボイスでちょっと話そうかなって思います。ねむねむにゃんこ、ねむねむにゃんこではないですけど、ではないですけど、あ、でも今日本当に意外とね、あんまり眠くないです、まだ。私さ、すごい思うんですけど、まあクラコンとかでもよくあるけどさ、なんかささやき声みたいなのとかさ、ささやく系で、ファンの人って好きなんですか？あれ、それっていいなって思うんですか？ファンの方って、そのささやく声とか。それを見てというか聞いて、どうお思いなんですか、皆さんは。皆さんの頭の中の脳はなんて、どう思ってるんですか。皆さんの頭の中は。
耳元に近づけて感激。へえ。工藤莉子ちゃんの配信は鼓膜やばい。確かにすごい、すごそう。莉子ちゃんは急に大きい声出したりするよね。こんばんは。あ、なんかあんまり言えない感じのやつなんですか。クリスティアーノさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。二人だけの秘密っぽくてよき。へえ。二人だけの秘密っぽくて、え、そうなんだ。なんか何なんだろうね。何なんだろう。私は多分普通に何も思わないんですよね。それ私が女子だからっていうのもあるからかなって思うけど、一体これの何が、何、これの何を見たいんだっていうか、ファンの方は一体これの何がいいんだろうっていうか。っていうなんか気持ちなんです、私的に。なんかよくさ、クラコンとかでもさあるんですよ、なんかささやき声みたいな、あって、はじめまして、はじめまして、パリスさん、はじめまして、ありがとうございます。そうだからまあファンの皆さんはまあ好きなのかって思って。でもさ、耳元でささやかれる、でもさ実際あれって耳元ではないじゃないですか。だってあれ画面でしょ、だってテレビじゃん、テレビじゃないですか。つたちゃん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。耳元ではないじゃん実際は。立体音響、耳元のように聞こえる。あ、そうなの。こんばんは。皆さんイヤホンしてるんですか。テレビにもしかしてイヤホン つなげてるの。でテレビってイヤホンつなげれるっけ。こんばんは、お疲れ様、お疲れ様。待って、皆さん面白い。でもテレビじゃなくて普通にパソコンとかか。へえ、そうなんですね。なるほど。ねほりはほり聞きなさんな。ごめんなさい。聞いてほしくないんですか皆さん。聞いてほしくないの。ささやいてみて。
嫌ですね。あのお話し会に来てくれたらいいですよ。お話し会に、私のお話し会に来てくれたら、あのおしましでもあのいいですし、あの私のお話し会に来てくれたらいいよ。お話し会に来てくれたらね、来てくれればね。来てくれたらだよ。こう強調。ここを強調します。わかった。本当ですか？本当にじゃあ来てくれるんですか？ハードル高いです。ダメだ、そんなことを言ってはダメだ。ハードルなど高くない。囁いてって言いに行くね。じゃあなんか何考えときますね。セリフ何を言うか考えときます。パターンをいろいろ考えとく。こんばんは。ノープランでも大丈夫ですか？全然大丈夫ですよ。私結構、私のお話し会ね、あのノープランの方結構います。全然大丈夫です。え？爪の間に針刺してやろうかがいい。爪の間に針刺してやろうか。え？すごいんですね、それ。そういう感じのことを言われたいですか？すっかり尋問推しです。おわ！私の尋問パン推しになりました？もしかして尋問パン推しになってくれたんですか？嬉しい。私あの尋問してほしかったら、あのぜひあのお話し会に来てくれたら尋問しますので、あなたをね、あなたを尋問しますから。誰推しなんですか？私のお話し会来てくれたってことは、もしかして私推しになったんですか？こんばんは。どうして来てくれたんですか？他のメンバーのところには行ったんですか？私だけですか？どうなんですか？パセリのところには行っていたんですか？セイのところには行ったんですか？アイコちゃんのところには行ったんですか？ミホちゃんのところには行ったんですか？めちゃめちゃにじゃあ聞きまくります、皆さんに。誰のところに行ってるのとかね。あ、確かに誰のところに行ってるの？
まあそんな感じでじゃあちょっと聞こうかなって思いますので、七瀬しずさんありがとう、まことくんありがとう。じゃあ皆さん今日ありがとうございました。終わります。そうだ皆さん、七並べなんですけど、明日の13時までかなが最後です。6月、そう1ヶ月だったから6月最後なんですけど、皆さんありがとうございます。本当に明日の13時までよろしくお願いします。まあまたこれはメールとかにも書こうかなって思うので、13時59分までか、13時59分までまた改めてメールとかに終わったら書こうかなって思います。ありがとうございます。じゃあランキングを読んで終わろう。13位キッチンさんありがとうございます。12位ちくわドーナツさんありがとうございます。11位クレ星人さんありがとうございます。10位お金持ち先生ありがとうございます。9位キルスさんありがとうございます。8位ラブリー48さんありがとうございます。7位マツくんさんありがとうございます。6位ドゥグラスさんありがとうございます。5位田辺さんありがとうございます。4位にゃん吉さんありがとうございます。3位まことくんありがとうございます。2位山猫坊主さんありがとうございます。1位はやすべさんでした。ありがとうやすべさん。よしよしよし、じゃあ終わります。明日木曜日か、明日ですよね、6月終わる最後の中。じゃあ皆さん皆さん ありがとうございました。じゃあまた明日、明日も頑張ってください。ありがとう。バイバイ。